えー、皆さん、こんばんは。えー、で、と、音声は届いておりますでしょうかとこれえー、いかがでしょうかあの、ちょっと早いんですけれども、えー、開始しようかなというふうに思います。えー、<laughs> 実はですね、今日、えーま、明治の実業家、シャープの創業者、早川徳次伝ということで、偉人伝でスライドを用いてやっていくという、 実は、あの、このズームを単独で、単独ズームとしては、初の試みを行います。えー、っと、何分初めてやることなので、えー、もしかすると失敗が、失敗もあるか、あ、音声は大丈夫。はい、ありがとうございます、えー。失敗もあるかと思いまして、ちょっと早めにですね、えー、テストを兼ねながらあっと、やっていこうというふうに思っておりまして、えー、本日のお話、 画面共有できてるのかなえー、っと、こちらですね。まず今、ちょっと画面を出してみたのですが、えー、出てますかね、えー。なんかパワーポイントスライドショーの上に乗っかってますけども、あのーまあ、明治の実業家でありまして、シャープの創業社長の早川特次物語ということで、本日はお話を進めてまいりたいというふうに思います。 えー、で、えー、っと、ライブですので、あのチャットの方もいつものように入れていただいて、で、それで話の途中途中で、皆さんからのご質問ですとか、あまあ、ツッコミなんかに対してもお答えしながら、あ進めていければいいなというふうに思っております。えー、ということで、いよいよお話をスタートするんですけれども、この、早川徳次伝っていうのをやろうかと思った理由っていうのは、この明治の実業家の早川徳次さんっていうのが、本当に大変な、 人生っていうのは歩いてこられた。で、何度も何度も、普通だったらくじけてしまいそうな大変な状態に追い詰められていながら、それでも頑張り抜いた。その頑張り抜いた精神っていうのはこちらですね。えー、何クソ何クソっていうのは漢字で書いたらこのように書くんだそうです。えー、これ、これね、何クソ画面で、画面出ますかねこちら、何クソあ、カーソルは出ないんですね。カーソルは、カーソルが出ると、 いいんですがあカーソル出ましたね、えー、何クソ、えー。で、何クソっていうこの言葉、早川徳司は晩年にですね、えー、まああの色紙かなんかにサイン求められると、必ずこの言葉を書いていたんだそうです。えー、この言葉は、苦しい時にこそ基礎を作るんだと。ね、苦しい時に、苦しい時に、苦しい時に基礎を作る,か作る、何かの基礎を作る。だから何クソなんだと。 うーまああの、まあ、現代日本っていうのがここに書いてありますように何もかもが停滞してしまっている状況ですよね。本当にこのまさに国難のもう食糧不足も目の前にあってこれからもう本当に日本やばいぞっていうこの状況にあって予算審議会で何やってるかって言ったらもうやわ自民党のあの金の使い方がどうのこうのいやそう言ってるあんたたち一体どうなのってあのえっと。 行政の側つまり内閣の側に内閣に対して質問予算の質問会ってことになってますけど質問会じゃなくて討議をする場にしてしまえばあんなものは何言ってんだあんたこそあなたたちこそおかしいじゃないかネタは上がってんだ新名字しろみたいな話になるんじゃないかと思うんですよね。えーまあ、それがこう何だか分かんないけど一方的に野党が与党,与党を糾弾するかのような、ね、そんなふうな討論が毎日毎日行われていると。 まあ本当にね一体もうどないしたもんかなと思うような昨今ではありますけれどもでもそういう時にこそですね何くそという精神で希望を持って建設的な日々を過ごすことが大事だと,ということではないかと思います、えー、ちなみにまあシャープのお話っていうことになりますとねシャープが今やもう外国に売られてしまったっていうことで シャープという名前を聞くだけで何やら悲しい気持ちになってしまう方も多いんではないかと思うんですね。でも、でもですよ、そもそものこの早川徳司という創業者の創業精神というものをしっかりと受け継いでいたら、おそらくシャープはあんなことにならなかったと思うって、まあ、個人的には思ってます。やっぱりなななんてうんんてうううだろうね優優秀秀大学を卒業した優秀な官僚さんのような あサラリーマン社長さんがトップについて、何のポリシーもなく、ただこう、社内のいろんな競争というか、足の引っ張り合いをなんとかかんとか、社内的に勝ち抜いてきただけの人が、まあ、トップに座ることによってです、ね、まあ、結果として企業自体が活力を失ってしまう、また大手の企業が活力を失うと、日本という国自体が活力を失ってしまうんだっていう、これやっぱり大きな問題じゃないかというふうに思います。 えー、そう何クソ,クソっていうのがね、まあ、あの米と異なるという漢字を書いたクソもありますけども、えー、シャープの、えー、早川徳二は苦しい時にこそ基礎を作るんだだから何クソなんだっていうふうに述べていたということでありますで実はですねこの早川徳二さんこちらがまあ晩年のお姿なんですけども子どもの頃ね めちゃ大変だった。まあね、ほんえー、まあ今日のお話というのは、えー、この早川徳次について、えー、いじめられ続けた幼年時代、取をされ続けた少年時代、それでもひたすら勉強した、あ、早川徳次。で、えー、この勉強したことによって、社会人になってシャーペンシルを発明し、これが大ヒットする。 ところが、大ヒットした,したからといって工場を作ったんです。ね。銀行から借金して。そしたら、関東大震災に襲われる。全部パーになるんです。それどころか、あ工場を作った時の借金がどーんとのしかかっちゃうんです。どう,どうしたかっていうと、まあ、結局夜逃げするわけですよ。ね。夜逃げして、東京から大阪に逃げるわけです。で、大阪で細々とまた工場を始めるんですけれども、ところが、 そこに東京から借金取りが押しかける。ね。現代のように取り立て行為の規制なんていうのはなかった時代なんです。もう借金取りっていうのはもう徹底的に、徹底的に相手をはな、恥ずかしめる罵、罵る。あるいは手を出す。なんていうことも普通に行われた、そういう時代なんですね。新しく開いた会社で、従業員の前で、本当に怒鳴られる、罵られる。社員からしてみれば、うちの社長、大丈夫かいや、やばいんじゃね みたいいななな話になるじゃないですかそれでもね何そうしたところでラジオに出会ってでラジオの開発をしてこれが大ヒットして今の家電メーカーとしてのシャープに至るわけなんですけれども本当にですねこの早川独自の,生き,というのは生きざまというのは我々に勇気を与えてくれるということで、まあ、この「偉人展」シリーズいろいろやっていこうと思ってるんですが その第一弾といたしまして、早川徳次のお話をしてまいりと、まい、えー、ろうと思います。よろしくお願いします。ということで、8時になりましたんで、希望の日本再生チャンネル。<laughs> やっぱり、これやらないとね。えー、ということで、いよいよお話の方をスタートしたいと思います。早川徳次っていうのは、もともと、あの、シャープって大阪の会社ですけど、もともと創業社長の早川徳次というのは、 生まれも育ちも東京・日本橋であったんです。で、生家っていうのはあの商家なんですね。まあ、商売人をやってたうち。ところが家業が衰退していく。お母ちゃんも病気になってしまう。で、2歳半の時に泣く泣くご両親は、井出野さんという家に篤治を養子に出すんです。子供を養子に出すんです。なぜかといえば、 自分家で子供を養育することができないから。昔はこれよくあったんですね。子供がいない家庭、家庭が子供を引き取ると。とにかく子供を立派に育てるっていうことがすごく大事だとされていた時代でもあったんです。ね。まあそういう中にあって、この井手野家においてはあ、優しい養母がいましてね。うんまあ、ママ母ということになるわけですけれども、あの、徳次少年をものすごく可愛がってくれた。ね。ところが、その優しかった 幼母が徳次が5歳の時に亡くなっちゃうんです。昔は本当にぽっくりぽっくりね人が死ぬってことが結構あったんですよ。ねえー、っと、うん十日三重見ためさんあ早川徳次のこれあの、えー、ウィキからですかね。えー、まあいろいろあのーまあ、こういうねそのえー、っとなんだろうあのー 短い文章の中でその,その人の人生をぎゅっと集約したような文章というものを見てもなんとなくうその人のことが分かったような気になるんですけどもでも大切なことはここにあるわけじゃないです、えーまあ、今日のお話を聞いていただければきっとお,会い、えー、お分かりいただけるんだなかろうかと思いますはいえー、でね話戻しますけれどもこの井手の、えー、井手のけの優しかった 義理、えーまあまあ、じゃないな、養母ですね。これが亡くなってしま,しまう。その後と、5歳が入ってくるんです。この5歳というのがとんでもない伝説の女性なんです。まだ子供だったら独自をね、殴る、蹴るは当たり前、ね。殴られればね、子供泣きますよ。泣くとうるさいと言って、余計ビシ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 でぶん殴るわけです。ほほまあ、それも自分の手でぶん殴ったら痛いからって言って、ほうきでぶったたく。ね、畑でぶったたく。 みたいなことを散々やるわけで、すねでさらに、怒ったあげく、何したかというと、真冬に公衆便所のクソツボ昔はボットン便所ですよ、このボットン便所のクソツボの中に、特殊少年を、ね、突き落とすんです。そのまま放置する。声だめの中で、クソツボの中で少年がアップアップしてるわけです。 大変なことするでしょねで、あの、アップアップしながらもう、もう少年が泣いてるわけですよ。で、泣き声を聞きつけた近所の人々が、やっとのことで、特次少年助け出した。でも全身糞尿まみれですよ。マックサイズはね、しかも溺れかけてる。うんこいっぱい飲み込んでるわけです。半死半生の状態になってる。ねで、えぇ、ー、井戸抜けまあ、連れて行きますとね、その5歳が。 目をつり上げてね、クソまみれの特治少年を井戸端に連れて行って、で、えー、玄関の中で頭から井戸水をジャブジャー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 かけまぐるば。しかも罵声とともに、何やってんのよ、この子は。お前ほん草、草いったら、あれはしないわよ、みたいな、まあ、調子ですわね。もう近所の人たちはその様子を見て、呆れ果てて物も言えなかったって言います。それぐらい、大変な、そう、わぼうずさん、その通り。 ひどすぎるありえない。そうなんですよ。ねえええー、遠上さん、そこは乗ってないですよ、先生。はいはい。<laughs> だから乗ってないような話したかったら、つまらないじゃないですか。ねえー。ということです。えー、っと、本田宗一郎さんや松下幸之助さん。まず、そこら辺の、ね、お話もしていこうと思います。ただね、あの本田宗一郎さんや松下幸之助さんと、さんと このシャープの創業者の早川徳次さんの決定的な違いっていうのは、徳次さんっていうのは、もう本当にめちゃめちゃ苦労してるんです。まあ今の少年時代のね、話ありますよね。でもこれだけじゃないんですよ。ということで、話を先に進めますけれども、もうその5歳っていうのがあんまりにもひどい周知をするっていうんで、ね、あまりの無謀さに見かねた近所の井上さんという、 目が見えない盲目の女行者さん、修験道ってあるじゃないですか、修験道って大概まあ男性が多いんですけれども、女性の修験者もいたわけですね。で、目が見えない女行者のお井上さんという方が、特次少年の手を引いてね、夜中にひっそりと連れ出して、で飾り職人さんの家に、でっちぼに連れていった。 徳次はね晩年になってもあの時の井上さんの手のぬくもりを私は生涯忘れることができないんだって10回しておられたと言いますわかる気がしますそれだけ徳次少年本当におせらかったんでしょうねこの一言は重いもんですそのおばさんの目の見えないおばさんの手が手のぬくもりが 本当にそ,こそれほどまでに温かく感じた年を取ってもそ,その時のね手のぬくもりを思い出すどれだけ独自少年が辛い日々を送っていたかということです十 <laughs> 上さんこの状況を不憫に思った近所の盲目の女性井上誠意の世話で本所区本,本所北双葉町二番地の飾り屋職人 坂田義松の家でデッチぼうこうすることになり、えー、書いていただきましてありがとうございます。<laughs> あのー、ただね、そのなんだろう、えーその、近所の盲目の女性、井上征の世話で、えー、近,近所の飾り屋職人。 坂田松の店でデッジぼうこうすることになりましたってそれだけだと無味感想でしょねどうして行ったのかっていうその背景のところにやっぱりその大変な状況っていうものがあったっていうそこの部分っていうのはやっぱりこういうお話ですとかあるいは偉人伝と言われるものなんかでお伝えしていくような話になるんじゃないかなと思いますね。あのー <laughs> あ 優しいいい人が周りにいてよかったそういうことですよで、まあ、続きいきますけれども徳次が連れて行かれたね坂田さんというその飾り職人の家っていうのはもうねこのね吉松さんっていう親方がねめっちゃ男っ気があってで何人もの、ね、職人さんを宿ってるわけです。まあ、あの今このイラストはね植木職人になってますけどあのそこはああ飾り職人ですからあ飾り職人っていうとあ要するに髪飾りのかんざしのね あの、ちっちゃな飾りを作ったりとか、こんな小さな、あのー、なんだ、あの、スマホによく飾りつけるじゃないですか。ああいうふうあのストラップみたいな、ああいうふうなものを作る人ですね。えー、で、徳寺は、なんとですね、18歳まで、この、うー、坂田さん、坂田親方の下で、デッチ奉公の職人さんとして奉公をするんです。ね。 一生懸命働いたんです。ところがですよ、一生懸命、特次が働いた、当然、給料が出ます。その給料を、給料が出ると、その給料日、もしくはその翌日ぐらいには、例の5災がやってきて、ね、毎月の給金を全額持っていってしまうんです。デッチこうっていうのは、その、住み込みで働いてますから、飯はちゃんと食わしてもらえるんです。ね、もらった給料っていうのは、 まああのー、でもらった給料の中で、えーまあ、大体こう半分ぐらいを実家に送り残りの半分ぐらいで、まあ、ちょっとね一杯飲みに行ったりとかってみんな遊びに行ったりもするわけですよ、ね。あるいは貯金をして将来に備えたりもするわけですよ。ところが特にの5歳っていうのは給料全部全額持ってっちゃう。 つまり、徳寺はずっと18歳まで一文なしで生活をすることになるわけです。えー、ということは、どうするかといえば、徳寺、まあ、徳寺少年と言っていいのかな、ね、えまだ二十歳前ですから、えー遊,びにもまあ、遊びにも行かずというよりも、遊びに行くお金がないですよね。で、することがないから、ただひたすら黙々と金属の加工をし、 飾り物作りに打ち込んでいた。当時を10回して、早川徳次が言うんですよ。仕事に打ち込んでいた時間だけが幸せだった。幸せな時間だった。余計なこと考えずに済むから。なんか、わかるような気がしますよね。えー、さん。 岸田張りの税金と <laughs> 考えてよろしいですか、ね、無ごすぎて投げてくる。<laughs> 岸,田岸田張りって岸田ああ文雄内閣総理大臣のことでございますかね <laughs> あそうかもしれませんね。<laughs> はい、で、明治44年、1911年のこと,ことです、えー。この時にね、18歳になった。 まだだから飾り職人のところで働いていた頃なんですけれども、うん、早川徳次は、特美城という、あの、ズボンのバックルを発明するんです。今こ、この写真が載っかってます。こういうやつね。で、これって今でも使われてるんですよ。あのこういう、こう、ズボンのバックルあるじゃないですか。要するに、普通は、まあ、普通、普通ってこともないんだけども、もともとベルトっていうのは穴を開けて、で、こう、パコッと通して、 お腹のところでで止めるわけですよねそれを穴を開けなくてもビシッと止めることができるというこの特備場っていうのは実は早川特治の発明なんですえちなみに僕愛用させてもらってますあのもちろんこの形じゃないですよまあ現代的なこっちの方のベルトなんですけどもあの穴の開いたベルトをほとんど持ってなくてベルトはもうほ,ほぼほぼほぼ,ほぼ100%若い頃からずっとこの特備場ばっかりですでこれを発明して この発明を発明で特事は信案特許、まあ、実用信案ってやつですねこれを取ってで、えー、飾り職人の坂田さん坂田親方のところを出て独立をするんですで、えー、届け出のための必要書類を準備してる、まあ、これはあの実はですね坂田親方がお前こんなに素晴らしいもの作ったんだったらお前独立してこれ商売にしたらどうでって勧めてくれたって いや、そ,まあ、そんなこと言われてもお金ありません。なあ、せいの,のことは心配しなくていい。俺が全部出してやるから。お前は独立したわな。なこの、上あこのベ,ベルトをしっかり作って、一本立ちしていけ。なって言って、優しい親方じゃないですか。で、えー、徳次が、この、新会社を作る、あの、まあ、自分で独立をしてね、やっていくための必要主義を準備しているときに、 うー役所に行くわけですよで戸籍見るわけですよで。そこで初めて、この時初めて徳次は、自分は井手野家の養子だったんだ。あの鬼のようなご妻は、自分の実の母親でも何でもない。自分の、じゃ両親どうなったかといったら、両親はとっくに、との昔に亡くなっていたんだということを知るわけです。でそれだけじゃないんです。 実の兄がいるっていうことまでわかるんです。で、兄貴に会いに行くんです。兄貴の名前が早川誠治って言うんですね、まあ政治経済の政治ですよ。それで、兄貴も、おまお前が徳次か兄貴あ会いたかった実は兄貴、俺、このベルトバックル今作ってるんだ。これで えー、店出そうと思うんだけども、できれば兄貴も一緒にやってもらえると嬉しいな、よし、分かった、じゃあ、俺も商売やめて、あお前と一緒にやっていこうじゃないか。ということで、2人揃って、早川兄弟社っていう、まあ、これは会社というのもお店ですね、これを設立する、そして、特備場の製造販売を開始するわけです。独立資金金ここれ円円だっったそううでですこのうちのちは兄弟でお金を出し合った 兄兄弟でで、まあ、10円要すすに兄貴が出したわけですよ、ね、本人は全然給料、給料みんな巻き上げられてますから。あーで、40円は借金しました。で、徳次が一生懸命商品を作り、兄貴がそれを販売するというふうな形になっていった。苦しい財政からの立ち上げではありましたけれども、2人は寝る間も惜しんで働いて、徳美城は実は大ヒット商品になっていきます。 事業も順調に拡大しししていいきましたいや素晴らしいですよね,ね次に、徳次が発明したのが22歳の時、さっきの,じあのベルトがね、18歳、えー、4年後ですよ。この時に発明したのが、独創的な真の繰り出し装置付きのシャープペンシル、プラチナ。まあ、これ今、画面出てるのはプラチナのやつですけども、早川式繰り出し鉛筆と言いましてこうあの、シャーペンって今、ノック型が多いですけど、 こうねじって芯を出していくっていうね、まあ、こういうあのシャーペン、えー、これをかいあの、えー、開発するわけです。棒を金属で挟むと摩擦の力で軽い力でもしっかりと固定できるということで、この現象を応用して、えー、シャーペンシルを開始する。だからシャープっていう会社あのえ、えっと、家電メーカーのシャープと、 シャ,シャーペンのシャープって同じシャープでなん、えー、でだろうなと思ったらもともとシャープはシャープペンシルから始まったで最初はシャーペンという名前ではなくて早川式繰り出し鉛筆という名前をつけたんだそうです、えー、でこうくるくるってひねってね芯を出すという特徴からプロペリングペンシルっていう名前も一時売り出したんだそうですでところが後にこの商品が エヴァーレディシャープ・ペンシルと名前が付けられて、この名前が詰まって生まれた言葉がシャープ・ペンシルという言葉になっています。はい、えー。そしてこの名前がさらに詰まって、ついに会社の名前になって、それが今の世界の大手家電メーカーのシャープという名前になっているということですね。<laughs> えー、東上さん、ありがとうございます。えー、大正元年9月15日。 本松井町1丁目 3, 3番地の民家を借り、開業資金50円、うち40円は借金、従業員2名の金属加工業を開始した、寝る間も惜しんで働き、翌月には借りた40円を返済した、1913年、大正2年には新たに水道自在機、蛇口を発明して特許を取得し、こちらも大ヒットした。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> え味、ー、です。 あのまあ天才的な、えー、堀さんおっしゃるように、まさに天才的な発明家であったわけですけれども、でもそれは本当に苦労して苦労して、どうすればいいかということを一生懸命考え抜いたことによって生まれてきたということですね。で、ところがですね、このシャーペン、もう今でこそもう学校、小学生でもシャ,シャーペン使う時代になりましたけれども、あの、最初の頃は早川式繰り出し鉛筆ね、売り出し当初は和服に向かない。 金属製だから、これ冷たく感じるわ。みたいなことで、誠にもって評判が悪い。ね、当時は全く売れなかったそうです。えー、まだだから蛇口が、ああの蛇口の前ですよ。最初の頃ね。それでも銀座の文房具屋にね、なんとか頑張って頼み込んで置いてもらった。ね。もともと、もうシャ,ーペンのシャーペン部分は赤字だったんです。特備錠がなかったら、ね、ベルトのバックルがなかったら、 そのま,ま挫折してししてったかもしれないつまり前の財産というものを生かしながら何とかして新しいものに,かに取り組んでいったんですけれどもところがたまたま銀座の文房具屋でこのシャーペンを置いてくれたっていうことが次の飛躍の糧になってるんです。ね。意外に思うかも分かりませんけれども当時の東京銀座っていうのはニュ今のニューヨークのマンハッタン並みの国際都市だったんです。いや日本すごい国だったんですよ。 国際都市だったんです、すで、えー、この独自のシャーペンっていうのが、なんと欧米人の間で大変な人気になるえ。そして、この日本で買ったシャーペンをヨーロッパに持ってくと、みんな、すごいすげえってことになって、ヨーロッパで大人気になるんです。で、えーまあ、ヨーロッパで人大人気、そしてアメリカでも大変な人気になってるという、このシャーペン、ね。ヨーロッパで人気です。アメリカでも大人気になってます。っていうことで、 日本でもシャーペンが売りよく売れるようになってくる。まあ何でもかんでもね、日本人っていうのはどうもあの昔も今もね、洋物が好きなんですね。舶来い物が好きなんです。<laughs> うで、まあ、おかげさんで、あのー、このシャーペンの、ね、ヒットを受けて、えー、大量生産で会社の規模を拡大していく。このね、大量生産をするのにあたって、いわゆる流れ作業方式っていうのを初めて、 工場に導入するんですあの、えー、一人の職人が全部作るんじゃなくて、分業しながらちょっと作って、ちょっと作って、ちょっと作って、ちょっと作ってっていうのをどう、こう流れ先の中で製品を作っていくっていうことを工場で、これ、えー、まあ、昔からあったのかも分かりませんけども、大規模なやり方としては、かなり先駆的な取り組みだったんですね。今では当たり前になってますけど、もうこの時代はもう、すごい革新的な工場であったわけです。これによって 早川独自は生産効率をもう飛躍的に向上さ,向上させる。まあ、それをやらないと、ヨーロッパやアメリカで爆発的に売れてるわけですから、生産が追いつかないわけですよ。で、なんと、早川兄弟社っていうのは対象10年。あれから10年ですよ。で、それからもう10年で、従業員200名を超える中堅企業に成長していく。すごいですよね。頑張った。えー、っと。 ウ日目さんね、えー、特治以前からシャーペンの原型は存在したが、セルロイド製で非常に壊れ,壊れやすい白郷だった。特治は創意工夫して、内部に真鍮の一枚板の部品を使用、外装もニッケルメッキを施した金属軸とすることで、実用性と相続性の高い製品を完成させた。はい、ありがとうございます。え <laughs>、えー、拓、え、宏、ー、さん。 鉛筆をボンナイフで削っていた頃が懐かしすぎるう。そうね。あの、僕なんかもやりましたね。こう、ナイフでこう、鉛筆削ってね。で、あれがまたね、あの、ナイフで削るのがね、結構テクニックがいるんですよね。上手なやつは、本当に上手なんだけど、下手くそなやつは、こんなになって芯だけどビューッと出てね、すぐポキッと折れちゃって、また削り出すみたいな。ああまあ、そんなこともありましたね。和坊主さん、多分その発想力は、どんなに辛くても、 さらずどんなことにもひたむきに必死に取り組む姿勢がその発想力に結びついているんでしょうね。その通りと思います。あの、生まず耐えまず、どんなに辛くても腐らない。笑顔で毎日を一生懸命になって生きていく。そうすると、これは昔からよく言われますけども、神々とスーッと繋がって、そして人間の世界には今までなかったような新しい知恵っていうものをスーッと授かることがある。そしてその、それをまた誠実に、 製品化していく、実現していくという努力をすることによって、目の前の視野がぶーっと大きくげ広げてくるということが起こるわけです。早川式繰り出し鉛筆もアメリカで特許を取って、事業は完全に軌道に乗っかる。素晴らしいですね。ところがですよ、ところが、事、ね、業が完全に軌道に乗っかった、そこまで良かったけれども、特需は激務がたたって、なんと過労で倒れてしまうんです。ね。 29歳の時この時当時としては珍しい血清注射というのをやってやっとこそ命拾いをしましたでようやく病から抜け出せた翌年しょ、えー、30歳の時ね商売は順調だった工場を出すので借金もしたでもそのうう中でも本当に激務があってついに倒れることになった、まあ、でやっと病気が治って 病院からできてよしこれからまた頑張るぞって思っていたところにですね大正12年関東大震災に襲われるんです。徳次自身は震災で九死に一生を得ます。でも苦労を共にしてきた愛する妻と2人の子供をこの時に亡くしてしまう。会社も工場もすべて焼けて亡くなってしまいました。 残ったのは借金だけ。さすがの徳寺も、ね、一生懸命頑張って働いて、いじめられて、いじめられて、一生懸命になって、一生懸命頑張って働いて、やっと神様に、ね、シャーペン処ルなんかを発明させてもらったり、ね、することができた。ね、ベルトのバッグなんかも発明させてもらった。ね。やっと商売も順調になった。 全部、全部なくなった。女房も死んだ。子供も死んだ。何もかも元に戻ってしまった。徳寺はね、泣いたそうですよ。もう死のうって思ったそうですよ。でもね、200名を超える部下たちの中で、やっぱり生き残った人たちもいた。その生き残った,武器たち部下たちが、社長、社長、頑張りましょうよ。 またやっていきましょうよ元気出しましょうよって言って、徳次を励ましてくれたんだそうです。嬉しいじゃないですか。ねえ。みんなが励ましてくれた。とにかく、何とかしなくちゃいけない。借金は待ったなしなんです。自信が来ようがどうしようが。徳は借金返済のために シャープペンシルの特許権を、これを日本文房具という会社に売りました。ね。でもまだ借金残りました。どうしたか。たまらず特事は夜逃げをしてしまうんです。この夜逃げをするときに、社員たちが特事の手伝いをしてくれたそうです。夜逃げの手伝い。家の荷物を片付けて、ね。 で、事務所の中も、荷物を片付ける。いろんなものを処分する。そして、みんなで、社長、元気で、お達者で、って言って手を振って見送ってくれた。特時はね、申し訳ね申し訳ねえ、申し訳ね,申し訳ね,申し訳ねっていう気持ちでいっぱいになったそうです。行,き行くあてもなく、 徳寺は大阪に逃げました。手元に残った、残った幾ばっかのお金で、ね、大正13年、大阪で、早川金属工業研究所という屋号で、日本文房具、自分、自分が作った、自分が持っていた特許権を日本文房具に売って、その日本文房具の下請け会社としてシャーペンを作る。 下請けとしてシャーペンを作るで。そういう仕事を個人で始めるわけです。でも、そんな人生のやり直しを始めた徳次のもとには、たびたび東京から借金取りが押しかけてきました。今のような取り立て行為の規制なんかなかった時代です。ね。いなければ張り紙をする。ね。マイクを持って。借りた金は返せ 帰れた金を返さないのはドラーでードラ泥ー,ドラーみたいなことをやるわけですよ。ありとあらゆる屈辱を与えられる。早川金属工業研究所でシャーペンの下請けをやっていくということ自体、屈辱じゃないですか。ねそれだけではなく、新たに雇った従業員の前で脅され、殴られ、罵られ、恥ずかしめられる。 返す金のない徳次に対して借金取りの債権者たちはありとあらゆる恥辱を与えます。払わねえから、払わねえから恥ずかしい思いをするんだ。したくないと思ったら是非払いやがれ。こういう話ですね。徳次はね、死にたくなったそうですよ。堀さんね、そう。徳次さんだって弱いところもあるわよ。人間だもんね。 にでもその人間性の限界ギリギリまでね追い詰められるわけですよ。ね、張り紙とかきつい。いや本当ですよ。徳子は思いました。その時に徳子が思った言葉、それが今日一番最初に申し上げた何くそっていう言葉です。何くそっていうのは今やろうじゃないんです。何事も基礎からなんだと。 もう一回基礎からきちんとやっていくんだ。苦しい時こそ基礎が大事なんだ。だから何クソなんだ。そう、そう、その言葉をずっと胸に刻んで、辛い時、辛い時には何クソ、何クソ、絶対、もう原点から、もう一からもう一回やっていくんだ。だって、今苦しい状態になってるっていうのは、全部自分で作った人生のツケでしょ もちろん関東大震災という未曽有、未曽有の大震災があって、そのね、巻き添えを食ってしまったということもあるんだけども、でもそもそも工場を作らなければ、ね、借金を負うこともなかったわけです。神様のせいですか自分が借金を負っているのは神様のせいですかそうじゃないでしょ自分のせいでしょお金の付けはすぐにはどうにもならない。でも自分で作ったつけっていうのは、ね、 ここが大事。ここが大事。形を変えてでも何とかして世間にお返ししたい。東京で夜逃げをするときに、東京のシャーペンの工場の社員たちがね、夜逃げの手伝いまでしてくれた。本当に苦しいときに死のうかと思ったときに励ましてくれた。何とかして恩返ししたい。でも、彼らに今、もう今大阪にいる徳次にとっては、彼らに直接の恩返しはできないんですよ。 ね、そんなにお金があるわけでもないんです。いっぱいいっぱいいろんな人たちに助けてもらいながら、それに対する恩返しって何もできていない。何もできていないけども、でも今目の前にいる人たちに、自分に、自分が受けた恩返しをしていこう。形を変えて、何とかして世間にお返しをしていこう。そう思い続けるんです。 そう思い続ける徳次のもとにはまた借金取りがやってきて「これは席払うんかい!」と言って容赦なく屈辱を与えるある日失意のどん,底どん底に陥った徳次はふらふらとまるで無勇病者のようになって大阪の街を徘徊して,していたそうです工場に帰れば借金取りがまた来るんですだからもうああ はあ。でも、ぼーっとした状態。本当無勇病者、無勇病者状態です。で、歩き回ってた。たまたま、震災橋方面に行ったそうです。その震災橋で、アメリカから輸入されたばかりの鉱石ラジオが展示されているのを見た。今、写真にありますけど、あのー、まあ、こんな風なこうラジオね。 見た瞬間に徳次は、これすげえすげえ作りてって思ったそうです。無性にその衝動が、ぶわーっと上がってきた。彼はね、一心不乱に鉱石ラジオを研究する。そして一年,年かけて、ようやく国産第一号の鉱石ラジオを発売させるに至るんです。この頃の鉱石ラジオっていうのは、方円光や 鉱、えー、鉄鉱などの鉱石の表面に細い金属線を接触させてその整流作用を利用して電波を受信するラジオだった真空,管が真空管ラジオが生まれるよりももっとずっと以前のラジオの仕様ですあの昔ねゲルマニウムラジオって、えー、学研の科学の付録カーに <laughs> あのついてきたりとかあるいはあの自分でそのゲルマニウムラジオを作った 経験を持っってらっしゃる方思い出になると思うんですけどもあのイヤホンでしか聞くことができないラジオね、うん、あれよりも古くて性能が劣るのが鉱石ラジオなんですしかも画体がでかいねあのー、まだアンプ電波を増幅するアンプもまだできていなかった時代なんです音声信号も微弱だから音はね まあ当時はあのイヤホンなんてなくて大型のヘッドホンなんですけど、ヘッドホンで音を聞いたりしていた。この頃、日本でもラジオ放送が始まろうとしていたんです。ラジオ放送が開始されれば、ラジオは作れば絶対に売れる。絶対に売れる。これは楽しみでした。一生懸命作るんです。ね。そして、大正13年の6月1日のことです。 会社に社員みんなが集まって大阪 NHK のラジオ放送を受信するレシー,バーかレシーバーから細々とアナウンサーの声が聞こえるこの時にね社員みんながみんなが抱き合って喜んだそうですうちの社長借金取りに追われてるんですよ借金取りがやってきてはもう社長いつもボロカスに言われて社長いつも「すいませんすいません」と言って頭下げてばっかりいるわけですよ 誰がどう見たって、ろくな社長じゃないわけですよ。だけど、社長が一生懸命だってことはみんなに伝わってるんですよ。その社長が、ゲルマニウムラジオつ、功績ラジオを作るんだと言い始めた。そして、本当に音が出た。放送を自信できた。その瞬間のみんなの喜び。うわぁ、社長、やったーうわー目に浮かぶようじゃないですか。ね。NHK の ララジジオオ放送の開始にに伴ってラジオは爆発的に売れます昭和4年には鉱石ラジオに代わる新技術の交流式真空管ラジオ真空管の登場ですね真空管ラジオを発売しました以後相次ぐ新製品の開発でラジオはシャープという名を不動のものにしていくんです昭和4年ええブラックマンデーに始まる世界大,大恐慌が起きました 昭和4年ですね。これはあの第一次世界大戦後のね、世界,世界を巻き込んだ不況ですね。これが起こる。日本でも明治以降最大のデフレが起こる。街には失業者が溢れるという状況になりました。そ,のそんな時に、徳次が何したかというと、貧しい人、高な人、体に障害のある人、こういう人たちをできる限り積極的に 採用し雇用しし雇たそうです商品はまさに作れば売れるという状況だった、会社の業用もどん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 大きくなっていった、そして、そういの中にあって、本当に困ってるような人、これをどんどん採用していった、そして、借金苦にあえいでるような社員がいると、その社員,社員に会社からお金貸してあげて、借金これで全部返せっていう、そんなふうな援助もしてあげたそうです。 自分が東京でね、夜逃げするときに助けてくれた彼らに、彼らに直接恩返しはできない。でもそ,その、その部分、その部分を今目の前にいる、目の前で本当に貧困にあえいでいる人たちに向かって、何とかして、ほんのちょっぴりでもいいから返していこうとしていったわけです。彼は形を変えて、 自分にできる最大の貢献を大阪で行い続けるんですね。あの、そんなもんだと思うんですよ。早い話、親の恩。親が、あるいはじいちゃん、ばあちゃんが、あるいは両親が、ね、父ちゃん、母ちゃんが、自分,自分を育てるにあたって、どれだけ苦労し、どれだけたくさんの愛情を注いでくれたのか。子供のことなら分からないですよ。 学校で「親の恩は大事だぞ」って言われて「うん、知るかんねうるせえ!」って言う,言うのが若い頃じゃないですか。で自分が親になって初めて親の苦労を知りああ親父に悪いことしたなおふくろに心配かけたな何とかしてご恩返ししてえなと思う頃にはもう親いないんですよ。 残念なことに。そしたら、そしたら、その自分がありがたいなと思ったら、そのありがたい、あ,ありがたいなと思っても、それを親に返せれない。親死んじゃってるからもう。そしたらその、その、その部分、その部分を、今度は子供たちに孫たちに返していくしかないじゃないですか。あるいは、仕事で一緒にやって、一緒に仕事でやってる仲間たちに、そのありがたいなと思う気持ちを返していくしかないじゃないですか。 世の中ってそういうもんだと思うんですよね。うん。ねラジオ。ラジオの普及とともに、業績は拡大しました。そして早川金属工業研究所は、戦時中の昭和17年、戦時中ですよ、戦時中の昭和17年に株式会社になりました。 早川徳次は晩年色紙を求められると必ず何くそそって書いたそうですどんなに苦しくてもいじめられてもバカにされても傷つけられてもどんなに心を折られるような出来事があっても絶対に負けない絶対にくじけない何くそ何くそ、苦しいからこそ基礎から頑張るんだと思って踏ん張る頑張るそれが徳次にとっては パンドラの箱に最後に残った希望そのものだったわけですね。世の中にはね、幸せに、トントン拍子に、何の苦労もなく、ね、わがままいっぱいを通しながら生涯を送ってるような人もいます。ずっとエリートで安定して良い暮らしを。 すする人もいます世の中って不公平ですよね。一方で、とんでもない苦労を背負う人もいます。人はそれを不幸だと言います。でも、早川徳二っていう人物の生涯をたどってみたときに思うのはう、人が不幸という、その不幸って、 本当に不幸だったんだろうかって思うんです。耐え難い重荷を背負うから人は成長する。試練を追うから何くそと思って頑張る。踏ん張る。その踏ん張りこそが、いわゆる魂のスイッチと呼べるものなのかもしれませんよね。そして、 面白いことに苦難とか苦痛っていうのは必ず身近なところに起こるものです。体の悩み、仕事の悩み、すべて自分の身の回りで起きます。自分と全くかけ離れた事柄に人は悩むということはありません。苦しいこと、苦難、苦それらはすべて身近なところで起こる。 その身近なところで起こったことにね、負けてしま,てしまったり、流されてしまうんではなくて、その時にそれを試練と思って頑張る。そこに、実は人間としての成長があるのかもしれません。個人的には、辛い時には、早川徳次を思い出すようにしています。 どんなにつらくても、早川徳二は、ね、それでも頑張った。自分は早川徳二ほどの、あの、大きな会社を作る。ね <laughs>、なんて言ったって、相手はシャープの創業者、創業社長ですから、ね、まあ、そこまでのことはできない、まあ、できることはないだろうと思う。でも、でも、 どんなにつらくても苦しくても何基礎基礎からなんだ。じゃあ基礎って何だろう日本にとっての基礎って何だろう自分は日本人であることによって本当にある意味そのなんだ美味しいものも食べさせてもらってるし日本人であるがゆえに今こうしてこうして生かしてもらってる。もしも外国に生まれていたらとっくの昔にじゅ銃殺されてるかもしれない。<laughs> う どうして日本ってこんなに優しい国なのかな日本の基礎ってどこにあるのかなっていうところから始まったのが、実は古典の研究であったり、神話の研究であったりします。まあ、もともと好きだったっていうこともあるんですけれども、でも、あの、何クソ何くそっていうのは、苦しいと、苦しいからこそ基礎が大事だよ。そこから出発するんだよ。っていう、この早川徳次の言葉。これは、 あ自分自身にとって心の支えになっています。はい、ということで、え本日はあシャープの創業者、早川徳次のお話ということでございましたが、皆さんいかがだったでしょうかあのー、なかなかこのズームの中でパワーポイントを使ってお話をするということを、まあ、実は、まあ、今回、まああの、ライブの中でね、えっ、ー、とー、 小坪さんがね、こう、ちょっと、画面見せながらっていうのはあったんですけども、自分でこう、なんだろう、スライドをお見せしながらっていうのは、今回初めての取り組みだったんで、上手にお話しできたかどうか、何分、不安ではあるんですけれども、皆様のご感想はいかがだったでしょうか。もし、いいなと思っていただけたら、高評価、そしてえチャンネル登録、また、メンバーシップ制度もありまして、メンバー、メンバー専用のオリジナル動画なんかも、 作ったりなんかもしていますので、ぜひメンバー登録の方もチェックしていただければと思います。はい。えー、っと、いかがでございましょう楽しかったですよ。深かったです。えー、よい、良い話はありがとうございます。いや、もう本当、ほんとこちらこそありがとうございます。うすごく良い話でした。ありがとうございます。試練が花になる。なんて素晴らしいんでしょう。ね。うまあ、あの、だから、なんだろう。 みんな、皆さんとともにね、また明るく前に向かって前進していこうじゃないですか。ということで、希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。